見せたい写真がある。そう言って彼女はスマートフォンの画像を TSS の記者に見せてくれました。This is very beautiful. Yes, I very liked. 避難先の福山市で撮影した写真です。ウクライナの自宅にも植えてあった桜。毎年庭で見ていたその花を、今年は遠く離れた異国の地で見ることになりました。ビクトリア・カトリッチさん、娘のソフィアちゃん、そして母タチアナさん。ビクトリアさんは父を残し、先月ウクライナ南部オデーサの隣のミコライフ市から福山市に避難してきました。Здесь я себя ощущаю очень спокойно, потому что здесь спокойно светит солнце, нигде не стреляют, не слышны взрывы. А в Украине очень-очень страшно, когда ты просыпаешься утром и начинается бомбежка. 避難の支援をしたのは、福山市の不動産会社に勤める西谷智弘さん。3年前、ウクライナを訪れた際に高熱を出し、医師だったビクトリアさんの父親と知り合いに。そこから交流を続けてきました。ビクトリアさんが住む家の近くにも爆弾が落ち始め、命の危険が迫っていたことから、ビクトリアさんに家族みんなで福山市へ避難するよう助言し、飛行機のチケットなどを手配しました。数日間経って、周りの環境にもほぼ慣れてきたというところですのでね、本人の気持ちを考えて対応したいと思います。食事など日々の生活をサポートしているのは、西谷さんの友人斉藤香織さん。ストレッチ、ストレッチ、ストレッチ。来日間もない3人を自宅に招き、近くの公園に散歩へ出かけたり、ウクライナの家庭料理を一緒に作ったりと、心のケアに努めています。いまだ続くロシアによるウクライナへの軍事侵攻。日本政府もウクライナの首都キーウ近郊で多数の民間人が犠牲になったことを認めるなど、罪のないウクライナの民間人に対する凄惨な行為が次々と明らかになっています。今月に入り、ビクトリアさん家族は福山市内のマンションに移りました。気兼ねなく家族3人だけの時間を過ごしてもらうためです。夕食は天ぷら。斉藤さんと母タチアナさんが一緒になって作ります。魚の天ぷらを食べましょう。タチアナさんはロシア語しか話せないため、スマートフォンの翻訳機能を使いながらコミュニケーションをとります。夕食の前、ビクトリアさんが記者にいろんな写真や動画を見せてくれました。This is sweet cake. Yes. This is for New Year.Yes, this is for birthday my father. He is fisherman. ビクトリアさんの趣味はケーキ作り。家族や友人が喜ぶ姿を見るのが何よりも好きなんだそうです。その一方、友人から届いたウクライナ国内の動画も見せてくれました。これは先月29日。ビクトリアさんの家があるミコライフ市内の映像。画面の右下が急に煙に包まれます。ビクトリアさんによると、ロシア軍の攻撃で地方行政庁舎や住宅などが被害を受けたということです。Your friend and people died. Yes, he worked in City Hall. Really? Mm-hmm. 32 people died. 32 people died? Yes. 日々スマートフォンに届くウクライナの情報。父アナトリーさんは医師で、ウクライナの人々を助けるため、今も現地に残っています。午後7時、夕食。初めて食べた日本の天ぷら。気に入ってくれたようです。まあ今日みたいにこうやってご飯一緒に作って食べたり、ちょっとどっかお出かけしたり、まあ私にできることはそんな大きいことではないけど、ちょっとだけでも手伝ってあげたいなと思いました。Of course, I won't stop war. Разум нас богато, нас не подолати. カメラの前で語った言葉、それは私たちは屈しない、一刻も早い平和をこの広島から願う日々が続いています。